優勝争いと残留争い、目的は違いますが勝利だけを願うサポーターで、チケットは完売、満員のサポーターで埋まりました福田電子アリーナです。残り7試合を迎えた J リーグの注目のカード、高角撃のジェフと2年ぶりの優勝を狙うレッズ、名門同士の対決が始まり、優争いをしている16位ジェフ、そして優勝争いをしている5位浦和レッズの一戦、ともに残りは7試合です。いよいよクライマックスを迎える J リーグ、日本代表選手もプーリオ、そして阿部、さらには牧といるこの両チームの一戦が今始まりました。目的は違います、優勝と残留、しかし共に勝利だけを目指すの一戦が今始まりました。黄色いユニフォームジェフが左から右、そして赤いユニフォーム浦和レッズが右から左に攻めます。早速ジェフのチャンスを迎えてシュートが決まりました。先制のシェフル、あっという間、わずかに23秒というところ、ゴールが決まりました。手元の時計で20秒から23秒というところ、あっという間にゴールが決まった。残留争いをしている千葉、見事な先制ゴールは深いです。難しいシュートだったね。いやそうですね、流れてくる方向がね、はいはい、走り込んだ方向に対して難しかったですけどね。難しいですよ、この逆サイドにこれを持ってくるというのはね。矢沢と深い、この新しく今年ジェフ千葉に加入した2人で点を取りました。うわこういう点。それではホームのジェフ千葉のスターティングメンバーをご紹介します。ゴールキーパーは岡本です。坂本、池田、ボスナー、青木亮太のフォーバック、ボランチに工藤と下村、深井のミシェル、そして矢沢と入ってワントップに牧誠一郎です。スタブのメンバーをご覧いただきます。3人まで交代枠が認められていますが、レイナウドは今日はベンチからのスタートです。早速立ち上がり開始20秒でゴールを挙げたジェフ千葉です。ジェフ千葉のフォーメーションをご覧いただきます。4-2-3-1 というシステムを取りますが、相馬さん、はい、なんといってもこのアレックス・ミラー監督に代わって守備の面でだいぶ構築をして、そしてミシェを獲得してだいぶこの攻撃の方も良くなりましたね。いや本当そうですね、ずっと今の時間で前にいたんですよね、そしてトゥーリオが。それでは試合前の両チームの表情です。石川陽子さんのリポートです。石川さん、はい、今日はこのホームで自分たちのやって生きていることを信じて思い切りコートを選手たちを送り出しました、はい、ジェフ千葉アレックスミラー監督です、はい、もちろん広角に対する危機感を持ちながらも、今自分たちは非常にコンディションがいいんだとチーム状況に自信をのぞかせていました、はい、マキとのセカンドボール、つまりマキが競って こぼれてきたボールをいかにジェフの選手が拾えるかといったら、はい、マキとのやっぱり距離感なんですよ、そこを今日は解消そう、後ろからシュートを狙っていく、わずかに外れました、ちょっと浮きましたけどね、特にやはりディフェンスが良くなって失点しなくなったことがチームの好調につながっていると話していました。石川陽子さんからリポートが入りました。サイドの1対1の攻防ですが、平川と矢沢、ここは平川のファールを取りました。大変なサポーターの声です。その中でジェフ千葉がさあゴールを狙いに行きます。牧誠一郎、そしてボスナーといったあたりの長身です。矢沢のコーナーからボスナー、後ろボスナー取りました。奥亮太のヘディング、後ろから池田のシュートも外れました。完全にフリーでした青木亮太、しかし左のポストに当たってしまいました。最後は池田のシュート、もう一度ご覧いただきましょう。ここね、ニアサイドのボスナーが飛んだところでね、全く後ろは反応してませんでしたからね、レッズの選手は。ちょっと山田がチキッ、いやちょっとね、ここジェフが少しライン下がり始めてね、この辺でファール取れてるんですよね。そろそろレッズしたらね、こういう中から1点、追加点取りたいですよ。追加点で勝ち越してるんですね、はい、前半の40分を回りました。サポーターの声援でなかなか指示が伝わりません。その中で岡本が指示を送る、壁を作るジェフ千葉、さっきも右足打ってますし、前節も本当にすごいシュート打ってますからね、入りはしませんでしたけど、2本決定的な場面を作ったというトゥーリオです。さあ一方のジェフ千葉、ミシェルがここからどういうパスを送り出すか。工藤、中には牧が待っている、牧のヘディングだ、
してか。牧誠一郎のヘディングピンポイントで相馬さん合わせてきました。そうですね、中はもう牧ターゲット1人だけだったので、ここしかないというボールでしたからね。ここでホイッスルです。J リーグディビジョン1第28節ジェフユナイテッド千葉対浦和レッズ前半を終えて1対1同点です。